今回紹介するのは沖サワラです。私が6キロほどの沖サワラをおろして切り身にするまでの動画をご覧いただきながら、最近売り出し中の沖サワラについて簡単な説明をいたします。なぜ沖サワラと聞き慣れないサワラの切り身が売られるようになったのかというと、サワラこと本サワラの値段が近年高騰しており、そこで似たような沖サワラが代用品として売られているわけなんです。しかしお客さんには、沖サワラって何？サワラと違うの？どんな味？どうやって食べるのがおすすめ？とよく聞かれますので、あの美味しい本サワラの代用品として安かろう悪かろうでは困ります。そこでどこまでの実力があるのか検証するため、実際に沖サワラを料理して食べ比べてみようと思います。そもそも沖サワラとは、正式な和名ではカマスサワラ、英語名では和風と呼び、サイズは別として、見た目の通りカマスにそっくりで、口の部分が長く尖っており、カマスサワラとついたのですが、スーパーでは沖サワラと書いた方が、あの美味しいサワラのイメージがあるので、沖サワラと表記するお店がほとんどです。もちろん分類もサワラ属の一種にあたりますので、本家がサワラなら分家がカマスサワラと思っていただければいいかと思います。旬もサワラ同様、春に産卵し、秋から冬に脂が乗ってきます。沖サワラは世界中の温帯から熱帯域に生息し、暖かい地域の外洋の沖で取れ、日本でも千葉県より西の太平洋側から各地で取れます。大きいものになると2メートルを超える大型魚として、10キロでも普通のサイズになります。ただ知名度が低いことで、市場での評価は低く、比較的安い魚として扱われてきたので、加工品に回され、お弁当のフライ用になったり、安い冷凍のサワラの味噌漬けに使われていました。特徴としては、勢いよく泳ぎ回るサバ科の青魚で、身の成分は赤身に近く、低カロリーでヘルシーなのは嬉しいところです。身は水分が少し多く、割れやすいので、さばくときは優しく持ち上げるように扱います。そして、身に透明感があるものが鮮度の良い沖サワラになります。そんな沖サワラですが、一番重要な価格は、本サワラの半値といったところを基準にしていただいていいと思います。本サワラが一切れ400円なら、沖サワラ一切れ200円といったように。もちろん日々の相場や地域格差で大きく上下いたしますが、本サワラの半値近くで買える沖サワラの実力とやらを検証してみるべく、沖サワラを塩焼き用、ムニエル用、味噌漬け用、プラス本サワラ塩焼き用の合計4切れを買って帰り、私の家で料理してみたいと思います。では引き続き 1.5 倍速でお料理スタート。
やすい具合、ちょっと硬いんかな。まず一般的なサワラ、本サワラの塩焼きをいただきます。ちょっとお皿に移すときに身を崩してしまったんで見た目が悪いですけども、身の方ですね。サワラは魚辺に春と書き、春に産卵するので、春のサワラは脂が少なく淡白な身になってしまいますが、この秋のサワラは一年で一番脂が乗りやすく、旨味もたっぷり、身もふっくら、最高に美味しいですね。では本命の沖サワラの塩焼きをいただいてみます。身は少し本サワラより硬くなっていそうです。焼きたてなので思っていたほどの硬さは感じません。油の海苔は本サワラほどではないですが、パサパサな食感になるわけでもなく、旨味は確かに少し薄いですけども、さっぱりと美味しくいただけます。ただ冷めてしまうと本サワラと違い身が硬くなりそうです。次は沖サワラの味噌焼きを、味噌漬けの焼きをいただきます。見た感じはしっとりと焼けて美味しそうです。うん、これは正解の料理法だと思います。身はしっとり、身はふっくら、旨味も増して、正直塩焼きの数倍美味しく感じます。味噌漬けによる保湿効果だと思います。他にも、まあ、塩麹漬けもいいし、酒醤油みりんの調味液につける幽庵焼きなどもおすすめです。最後に沖サワラのムニエルをいただきます。見た目はそのままサワラのムニエルと同じような感じですね。うん、味噌漬け同様バターによる保湿効果で、身はしっとりふっくらのままで、旨味も閉じ込めてくれています。おすすめの料理法だと思います。今日はこんな感じで沖サワラの美味しい食べ方を紹介しました。ありがとうございました。